はい、宮城県で弓を引いている46歳のおっさんです。皆さんお元気でしたか？今日、この動画を撮影したのは11月22日の夜です。この日の宮城県は、大雨で、今日はですね、人が少ないかなと思って道場に来たんですが、明日やっぱりね、試合があるということで、大会があるということで、結構人がいらっしゃって、最初のうちはね、撮影、はできませんでした。その後ね、1時間ほどすると、皆さんね、調整を終えたようで、だいぶお帰りになられたんですね。そして、2人だけになってしまったので、それではじゃあ動画撮らせていただこうかなということで動画撮らせていただいております。ここに至るまでね、そうですね、32射ぐらい練習かけましたけれども、ダメでした。その後ですね、カメラを設置させていただいて、撮影に入ったんですけれども、やっぱりね、カメラがあると、ですね、自分の練習的には非常に緊張感が持てて、その当てようとかっていう気持ちももちろんあるんですけれども、それよりも何よりもそのカメラの先に皆様のこう目があるっていう風に、感じてしまう気持ちの方が大きくてですね、あ、これはあれですね、無様な射はできないなと、ここは一発集中して臨まなきゃいけないなっていう、こう自分の身を律するようなね、そんな気持ちで撮影に臨むことができたような気します。そういった意味でこの動画を撮って皆さんに見ていただくっていうのは、非常に自分の中には奇遇な体験っていうんですかね、なかなかできないそういう練習をさせていただいてるっていう気持ちでいっぱいでございます。皆様、見ていただいてる皆様、本当にありがとうございます。今日ですね、チャンネルをちょっと見てみた時にですね、チャンネルの登録者数がもう60名を超えていまして、こんなね、しがないチャンネルなのに、皆さんいただいて登録までしていただいて、本当に本当にありがとうございます。この場を借りて熱く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。明日なんですけれども、仙台市の、府の対抗戦がございまして、それに向かっての最終的な、調整っていうことなんですけれども、ですね、やっぱり試合前っていうのはどうしてもね、皆さんもそうだと思うんですけれども、なかなかね、自信を持って試合に臨むっていうのは難しいですよね。どちらかというとこうナーバスになりがちじゃないですか。私もそうなんですよ。それでね、調整していい射ができたところで、ピタッとね、やめてピッと変えられる方っていうのもいらっしゃってね、そういう方っていうのは本当に精神的に強いなと私は思います。私はね、どうしてもこう自分が信じられるようになるまで、じっくり調整をしなきゃダメな方で、もう本当にね、周りから見たら何お前そんなね、めめしいようなね考えでいるんだって思われてしまいがちでございます。でもね、それでもいいんですよ。自分がやっぱね、納得して、でストレスをね溜めずに練習に臨んで、
明日に繋げられればいいなと思って練習をしております。先週に引き続きの、先週は遠滴大会だったんですけれどもね、やっぱりそこでも収穫がありましたし、きっと明日の試合でも何かしらいい収穫があるものだと、そう思って明日の試合本当に全身全霊で頑張ってまいりたいと思います。今月のそのチャレンジっていうんですかね、挑戦は明日の試合だけではなくて、月末にですね、国体の選考会の第1回目が始まります。そちらに向けてどんどんね、精神的にも、技術的にもね、強くならなきゃいけないと、感じておりまして、でまず自分はやっぱりまだまだですんでね、なんとか時間のある限り練習して練習して練習して、なんとか滑り込みたいななんてね考えております。そうですね、ここに至るまでですね、チャンネルの方なんですけれども、先ほどチャンネル登録者数が、60人超えたということと、あと前回、動画を出させていただいた、タイトルが本気で100社、っていう、タイトルで、出させていただいたんですけれども、こちらの視聴回数も、1週間ぐらいでね、1000回を超えるっていうことになりましてね、本当にご視聴いただいた皆様には感謝感謝雨あられでございます。真面目にね、弓道を取り組んでるっていうふうに自分では思ってるんですけれども、なかなかね、いろんな考え方がございますので、私もね、自信があんまりないわけでございますよ。その中で皆様にこんなに見ていただけるっていうのは本当にありがたいことだなと、そう感じております。コメントもいろいろいただきましてね、本当にありがとうございます。今後のね、動画の作成の題材にいろいろ参考にさせていただいて、こうやってね、ただ自分が練習してるだけじゃなくて、こういう風にしたらね、弓ってなんかうまく弾けたよっていうようなね、そういう動画もこれからは作ってまいりたいと思います。自分自身もね、やっぱり、弓の弾き方っていうのが、ある程度のね、的中は取れるんですけれども、本当にこの弾き方でいいんだろうかっていう考えはやっぱり常に持ち合わせていまして、本当に困ってる人とか見てしまった時ですね、自分の目の前で見てしまった時は、ついね、余計なことかもしれないんですけども、こういうふうにしてこうしたらいいんじゃないかななんて言うと、そうですね、その時ね、結構うまくいってしまうですよね、その時はね。だけれども、またね、ここがこういう風になるんですってまた来た時に、私なんて言っていいか分かんなくて、なんて言うんですよね、こう私も我流でやってるんで、こう直してあげて、ここのその聞いてみて、ここはあだ、ここはこうだっていう風にっていうのは、こう理論的にこう武装されてないんですよね。ですんで、その全体的な形をまず見させていただいて、で、ここが例えばね、猫背になってるよとか、肩根とね、こう弓の引き線っていうんですかね、弓と矢と、あと体の線がずれてるよとか、そういったものをね、修正して、その時は直せても、それが
どうやったらその形に結びつけられるかっていうのはやっぱりね、私もねこう何回も何回も練習してその形に気づいてるので、これこうしたらいいんだっていうのがなかなかその自分の体じゃないものですから、なかなか教えてあげるのっていうのがなかなか難しくて、本当にその高名な指導者様とかね、ああいう人たちっていうのはすごいなぁと、ね、日々感じる毎日でございます。同時に自分の指導力のなさに本当に情けないなと思うところでございます。いつまで行っても自分はまだまだなんて言うんでしょうね、競技をする側、そういう感じなんですねっていうのが自分の中でやっぱりありますね。まあそんなことばっかり考えてるとね、すごくこうナーバスになってくるんで、まあとりあえずはね、自分の弓、あ、また行ってしまったまあでも私のこの動画のコンセプトは、まあ俺の弓道なので、その俺の弓道っていうのは俺様の弓道っていうことではなくて、私の弓道の取り組み方っていうことなので、まあそれを全部ね、今まであったこともひっくるめて、例えば指導だったり、あとその自分の弓の技術力の向上だったり、精神力の強化だったりで、そういったものをまあやりながらで、指導とかね、そちらの方にも結びつけられたらな、いいなって思いますなかなか難しいですよね、人に教えるっていうのは。自分の体だったらなんとかできるんですけれども、やっぱり人様の体とは、やっぱり自分の体とは体格も違いますし、やっぱりそういうのもあってね、性格考え方いろいろ違いますでしょう。なかなか難しいところでございますよ。ただね、無理だって諦めないで、ひとえにね、あんまりきついこと言いすぎてね、弓道嫌いになってやめちゃったなんてことがないように、それだけは気をつけて指導していきたいなと思いますなんかちょっと自信がないですね、その点に関してはね。自分のことだけやるっていうのは意外と楽ですよね。なかなか難しいことですけれどもね。さて、自分の苦手な分野のね、お話はここまでといたしまして、まあ明日からの話と、明日ですね、とりあえず明日の試合なんですけれども、ルールは5人立ちで、何回かな、1人四つ矢で、2回ぐらい引いて、それで、チーム戦、予選をして上位8チームで、トーナメントみたいな感じでね。で、何チーム出れるのっていうと、まあ大体ね、15チームとか14チームとかそのぐらいで、8チーム残るわけですから、半分以上残れるわけですから、なんとかね、私の仲間と頑張って残って、まあ、1本でもね、多くの弓を皆さんの前で引かせていただいて、チームに貢献できるように頑張りたいと思います。さあ今日の射なんですけれども、やっとですね、最初の今日ダメダメだった射から、から見れば少しはマシになったような気がします。でもどことなくなんか力技のような感じも残っているんで、明日はですね、この力みっていうんですかね、そういったものを少しずつ、今日この時間にね反省して、できるだけこう脱力をかけて真剣に集中して射に臨むっていうことが、明日のまあいい結果に結びつくのかなと、そういうふうに反省しているところでございます。
さて動画の方もあと今日はですね20分以内ぐらいでなんとかしようと思ったんですけども若干20分超えてしまいました。ですが、やっぱりね20社、ここで撮ってるんですけれども、まあこれぐらいだとね、大体20分ぐらいに収まるような感じですね。やっぱりね動画を撮りながらっていう風になりますと、まあ所作等々ですねやっぱ気にして、まあ、しっかりね残心を取って湯倒しですねもしっかりやってですね皆様の目に触れるわけですからね、やっぱだらしない者はしちゃいけないっていう風な気持ちでやっております。コメントの方で鶴音がいいですねっていうコメントをいただいておりまして、一応ですね、私の使っている弓は直進3バンブーというものでございます。弓の強さは16キロで、竹の長さっていうんですかね、弓の長さですね、これは4寸の美になります。使ってる矢はジュラルミンの2015、矢羽根の方は好みで、偶数ですね。で、だいたいそれで、まあ、20数本から、まあ、30本くらい、同じ長さの同じ重さで揃えまして、練習に臨んでおります。鶴音ですんで、まあ、鶴の方もそうですね銘柄はですね真、真実の真と書いて真のプレミアムというものを使っております。太さの方は3号ちょっと太めのものを使って耐久性を持たせながら練習しております。2号を使うと非常にその鶴音ももっと冴えて、矢飛びもまあ激しいというかね、鋭いっていう感じになるんですけれども、いかんせん鶴の伸びの方が強く感じまして、その耐久性という目で見た時に少し細いかなと、そういうふうに感じまして、あえて3号を使っております。ですね、まあ弓と鶴ってやっぱりこう相性があって、やっぱり同じ鶴音を再現するっていうのはなかなかね難しいところだと思うんですけれども、ただこの鶴音っていうのもこの弓を楽しむ上でこの音っていうのも大事なその美的要素の一つだと思います。ですので皆さんいろんな鶴とかね、いろんなまあ弓を試すっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、まあ消耗品のね弓の方からまあ試していただいてね、自分の気に入った鶴っていうのを見つけてくださればいいのかなって思いますよ。ちなみにこの新プレミアムという鶴なんですけれども、私の中ではこう耐久力ナンバーワンでね、今までその普通の合成鶴でも1800社1700社ぐらいで切れてしまうんですけれども、この新プレミアムの3号はすごくて、そうですね、4000社から5000社ぐらい引いてもまだ使えちゃう、逆に怖くてこっちがハサミ入れちゃうぐらいの感覚でございます。皆さんもいい鶴、いい道具と巡り合えるといいですね。さて動画の方も終盤に差し掛かってまいりました。こんなしがないチャンネルの動画ですが、皆様、見ていただいて大変ありがとうございます。さあこれが最後の20社目でございます。はい、今日の20社目は当たりでございました。このチャンネルがいいと思った方は、チャンネル登録、あと
高評価の方もよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。今回も見てくれて大変ありがとうございました。じゃあねー。